大好きなんだよチャンネル。ベロクロンは、ウルトラマンエース第1話輝け、ウルトラ5兄弟に登場した。ヤプールの鳥獣製造機で宇宙怪獣とサンゴが合体した鳥獣にして、彼が送り込んだ地球侵略用鳥獣第1号だぜ。記念すべき初の鳥獣ってことね。ああ。初の鳥獣といっても決して弱くはなく、手からは敵の動きを止める金縛り光線テリブルハンドリングや、急走型の光弾テリブルスラッシュを放射し、口からは1億度の火炎を吐くことができるんだ。凄まじい火力じゃない。だろ？さらに全身に見られる突起物はミサイル、ロケット弾の発射口になっているほか、構内にも2連装のミサイルランチャーを装備しているぜ。口の中まで武器ってやばいわね。それだけじゃないぜ。唾液は強酸性で、ビルなどもやすやすと変質させるほどなんだ。まさに、全身が武器の怪獣なのね。劇中ではどんな活躍をしたの？劇中では、まず最初に出現した福山市で地球防衛軍の戦闘機隊を全滅させたぜ。しかし、北斗星司がタンクローリーで特攻したことによりダメージを受け、異次元に一度撤退するんだ。1話から圧倒的な鳥獣の強さを示したのね。その後も東京に現れ、東京タワーをへし折るなど破壊の限りを尽くしたが、北斗が操縦するタックアローにより口の中にミサイルを打ち込まれて機能停止し、全身から煙を吹いてしまうんだ。口の中が弱点なのね、これで倒せたのかしら？いや、しばらくしてから再起動し、反撃してタックアローを撃墜するんだ。そして、学校を壊そうとしたところでエースが登場し、戦闘になるぜ。初戦闘ね、どんな展開になるのかしら？戦闘では、エースに連続で光弾を放つが、華麗に避けられてしまったんだ。だが、口から1億度の火炎を吐いてエースを追い詰めたんだぜ。さらに金縛り光線で動きを封じた上で手からビームを発射して苦しめたな。前線しているじゃない。格闘戦でも一度はエースを追い詰めるが、口の中にパンチレーザーを食らって大ダメージを受けてしまい、形勢逆転を許してしまうぜ。そして最後はメタリウム光線を食らい、敗北したんだ。弱点を突かれてやられちゃったけど、だいぶ強かったわね。さて、ここからはベロクロンの別個体や後の作品での活躍を紹介するぜ。最初に紹介するのはベロクロン2世だ。ウルトラマンエース第48話ベロクロンの復讐に登場した、ベロクロンが女やプールに操られて復活した個体だな。復活？でも結構見た目変わってない？そうだな。能力としては、鼻の角から光線を打てるようになったこと、口から泡状の毒液ベロクロ液を吐けるようになっているぜ。へぇ、極力相手にしたくないわね。そうだな。ちなみに、身長や体重、鳴き声こそ初代と同じではあるが、初代とは明らかに外見が異なるため、北斗からもベロクロンに似た鳥獣と呼ばれていたぜ。ベロクロンそのものとは思われていなかったのね。劇中ではどんな活躍をしたの？劇中では、最初は北斗の悪夢の中に登場し、北斗を現実と夢の区別がつかなくなるように翻弄して孤立させた上で現実に出現し、今度も夢だろうと思った北斗を踏み潰そうとしたんだ。かなりトリッキーな作戦ね。エースとは四股踏みをし合って相撲を取ったり、ビルのタンクをボールにしてのキャッチボールをしながら戦ったが、火炎放射デイモンファイヤーで防戦一方に追い込んだり、ベロクロ液でエースを徹底的に苦しめたぜ。やはり強敵ね。だが、最後はエースに折られた鼻の角を胸部に刺されて敗北したんだ。割と怪獣らしからぬ倒され方をしているわね。続いて紹介するのは改造ベロクロン2世だ。ウルトラマン太郎第30話逆襲、怪獣軍団に登場する。ベロクロン2世がさらに改造強化された鳥獣だな。2世と比べると若干太くなっているわね。そうだな。劇中では、改造ベムスターを援護する目的で、改造サボテンダーが送り込まれるが太郎に阻まれてしまうんだ。そういえば、ここって、行くぞ。ベムスター、って言いながら変身してサボテンダーに襲いかかってたわね。そのため改造ベロクロン2世が増援として出撃し、赤みがかった閃光と共に現れたぜ。ヤプール曰く最後の手段らしいんだ。ということは、めちゃくちゃ強いってことじゃない。だが、実際は3匹の中では最弱で、ザットのスカイホイールの攻撃に阻まれて全く反撃できず、太郎と戦うこともなく、一方的にミサイルで撃たれまくり、とどめのレーザー砲が直撃してあっけなく倒されたんだ。むしろ弱くなってない？ウルトラマンメビウス第26話明日への師匠には、エースに登場したベロクロンの別個体が出現したぜ。今回は活躍できるといいわね。全身の赤い突起物から無数の小型ミサイルを、口の中に隠し持った訪問からは強力な大型ミサイルを放つことができるんだ。
攻撃性能は相変わらず抜群ね。今回は劇中でどんな活躍ができたの？劇中では、その圧倒的な火力によってガイズの戦闘機群を苦しめ、巨大異次元ゲート封印のために飛翔したフェニックスネストも撃ち落とそうとするも、メビウスの妨害で失敗したぜ。攻撃方法が多彩だから、戦闘機からするとかなり厄介よね。そして最後は、ガンフェニックストライカーのインビンシブルフェニックスと、メビウスのメビウムシュートの連続攻撃を受けて爆死したぜ。敗北はしたけど強敵のような活躍をしてたわね。ウルトラギャラクシー大怪獣バトルでは、第11話ウルトラマンに登場したぜ。さあ、今回はどんな活躍を見せてくれるのかしら。ヴィンセント島の結界を破って上陸し、レイのゴモラと対決するんだ。さらに、途中でドラゴリーが援軍として出現してゴモラを苦しめたぜ。だが、ゴモラの援軍としてイレキングが召喚され、怪獣対鳥獣のタッグマッチを行ったんだぜ。タッグマッチ、熱いじゃない。戦いでは得意のミサイル攻撃でゴモラを追い詰めたが、ラップの攻撃で口のミサイル発射口を破壊され、最後は強振動波を受けて倒されたんだ。結構追い詰めてたわね。もう少しだったわ。大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザムービーでは、ベリアルの100体モンスロードにより復活したんだ。そして、怪獣墓場でウルトラ戦士たちを迎え撃ったんだぜ。モブのような扱いにならないことを祈るわ。しかし、救援に来たゼロのゼロスラッガーを受けてあっけなくやられてしまったんだ。ゼロは強いから仕方ないわよ。ウルトラマンサーガのディレクターズカット版では、バット星人によって改造された怪獣兵器ベロクロンとして、アントラーキングパンドンブラックキングタイラントと共に登場したぜ。過去にウルトラマンを相当苦しめたメンツに入っているなんてすごいわ。まあな。最後はエースのメタリウム光線を受けて敗北したぜ。実力は認められているみたいね。ウルトラマン銀河 S 第10話未来への聖剣では、ガッツ星人ボルストがチブルスパークを使用してモンスライブし、自身の分身体がライブしたドラゴリーと共に出現したな。今回もコンビ戦になっているのね。戦いでは、ビクトリーをドラゴリーとのコンビネーション攻撃で圧倒し、ドラゴリーがビクトリーを毒の牙で倒すと撤退したぜ。かなり活躍してるじゃない。再び出現した時は銀河ストリウムと戦い、これもドラゴリーとのコンビで追い詰め、UPG のハイパーレーザーも分身することで回避したな。さらに、シェパードンを新たな標的にし、ビクトリーをかばったシェパードンに逆上。ミサイル攻撃でシェパードンを殺してしまうぜ。凶悪すぎない。しかし最後は、ビクトリーのシェパードンセイバーによる攻撃で逆転されてしまい、銀河スパークランスでドラゴリーともども串刺しにされ、シェパードンセイバーフラッシュでまとめて倒されたんだ。今までで一番の活躍だったんじゃないかしら。ウルトラファイトビクトリーでは、ダークルギエルの死によって肉体を取り戻したベロクロンが、再び造物種であるヤプールの配下として登場したぜ。ベロクロンもヤプールのことが好きなのかしら。同じく蘇ったバキシム、ドラゴリーと共にレオ、アストラ兄弟を迎え撃ったんだ。そして、途中から合流したエースを相手取るんだぜ。だけど、ミサイルでエースを迎え撃つが過去と同じようにかわされ、最後はエースのバーチカルギロチンで真っ二つにされたんだ。エースもそろそろベロクロンの倒し方に悩みそうね。ウルトラマンオブジオリジンサーガでは、クグツによって石を奪われクグツ怪獣と化したベロクロンが登場したな。ふむふむ。今回はどんな活躍をしたの？王立惑星カノンの軌道上において、クグツバキシムと共にコスモスを迎え撃つが失敗し、その後は地上でオーブ、ダイナとも交戦したんだぜ。かなりしぶといわね。どうやって倒すのかしら。それが、最終的に倒されることなく再起によって回収されたぜ。今回は生き延びたわけね。よかったわ。そして、このスーツはイベントで展示品として飾られてたぜ。長い時間でスーツの劣化も激しかったんでしょうね。お疲れ様、ベロクロン。大怪獣ラッシュウルトラフロンティアでは、プラズマ怪獣として登場したぜ。全方位に無数のミサイルを放ち、辺り一帯を消し飛ばすその圧倒的な火力から歩く火薬庫の異名を持っているんだ。確かに、ベロクロンの強みは火力よね。アニメでは、弾幕でラッシュハンターズを追い詰めるが、覚醒したマグママスターマグナに口から発射したミサイルを逆に投げ返されて丸飲みしてしまい自爆したぜ。ちょっとドジで可愛いわね。また、激レアなプラズマソウルであるオリハルコンプラズマソウルを取り込み、プラズマ怪獣へと変貌したオリハルコンベロクロンというのもいるぜ。いろんなベロクロンがいて楽しいわね。そんなベロクロンだが、実はウルトラ怪獣擬人化計画では美少女になっているんだぜ。それがこれだ。めちゃくちゃセクシーね。ああ、
水着のようなハイレグ気味のセクシーな衣装に身を包んでいるのが特徴で、ずんぐりむっくりとした外見だった原作を反映してか、体型もかなりむっちりしているな。グラマラスね。もちろん、単にお色気全開なだけのデザインというわけでもなく、両腕の甲にミサイルが取り付けられているなど、ミサイル鳥獣らしさもきちんと盛り込まれているぜ。さすが、美少女になっても強みを忘れていないわね。マキシムは、ウルトラシリーズに登場する鳥獣なんだが、シリーズに何度も登場している、めちゃくちゃ人気のキャラクターなんだぜ。そうなのね。確かにユニコーンみたいな大きな角がかっこよくて、人気が出るのもわかるわ。だろ？名前は牙の生えた芋虫を逆さにしているのが由来なんだ。牙虫が虫牙になって、最後に逆に呼んでバキシムね。なかなか凝ってるじゃない。そうだな。そんなバキシムが初登場したのがウルトラマンエース第3話、燃えろ鳥獣地獄だぜ。ヤプール人が、地球上の芋虫と宇宙怪獣を合体させて作り出した鳥獣なんだ。ここで芋虫が出てくるのね。その通りだぜ。見た目は青とオレンジのコントラストが印象的で、青い部分は芋虫、オレンジの部分は鉱物や結晶を思わせるデザインとなっているのがわかるな。青の部分は柔らかめ、オレンジの部分は固めな感じなのね。一目で地球生物と宇宙生物の合成獣っていうのがわかる秀逸なデザインだわ。そうだな。武器は、手先やくちばしから発射するミサイルと、手から放つ7万度の火炎だぜ。さらに、空を割って移動する能力や、人間へ変身することも可能なんだ。芋虫が元になっているのに火炎が使えるっていうのが面白いわね。確かにな。劇中では、タック本部を襲撃したところでエースと戦うんだぜ。本部にあと一歩まで迫る快挙を成し遂げるが、エースには両手の火炎放射を防がれてしまい、角もスラッシュ光線で破壊されてしまったんだ。エースがめちゃくちゃ強いわね。そして最後は、エーススパークを受けて動きを止められたところにウルトラスラッシュを受け、首を切断されて倒されてしまったんだぜ。さすがエース、ギロチン王子って言われるだけのことはあるわね。だが、その人気の高さから、バキシムはこの作品以降もたびたび登場するんだが、エースで見られたような知的な行動を取ることはほとんどなくなり、通常の鳥獣の扱いになってしまったんだ。そうなのね。じゃあ、他の個体も紹介してほしいわ。そうだな。次に登場したのはウルトラマンメビウス第24話復活のヤプールだぜ。ヤプールも復活しちゃうのね。まあ、ヤプールも有名な敵だからな。ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟で封印から解かれたヤプールが、最初に送り込んだ鳥獣がバキシムで、ガイズのドキュメント TAC にもデータが記録されているんだ。いろんな作品とのつながりみたいなのが感じられていいわね。エースでは、本部にあと一歩のところでの活躍だったけど今回も活躍できたのかしら？劇中では、前回のように空を割って登場後、ガイズの幽体員を誘拐し、彼にヤプールの怨念を植え付けたんだ。そしてメビウスにユウを殺害させ、彼の戦意を奪おうとしたんだぜ。かなりエグいこと思いつくわね。でも、卑怯な奴は弱いのが定番なのよ。それが、鳥獣としての正体を表した後はメビウスと戦うんだが、なんと真っ向から圧倒してしまうんだ。すごいわね。どんな戦いだったの？照準器の機能を宿した溶岩で正確に敵を狙い、頭部の角ミサイルユニコーンボムや、鼻先からは高熱弾を発射し、両腕からは赤黒い火炎ビームバキシクラッシャーを駆使していたんだ。豊富な武装に凄まじい戦闘力でメビウスを苦しめたのね。そうだな。だが、最後はメビウスブレイブのメディウムナイトブレイド、ブレイドオーバーロードで切られ、敗北してしまったんだ。でも、メビウスを追い詰めた強さは必見ね。ちなみにメビウスにおけるヤプールやその手下は一部を除き、バキシムのように空を割っているからチェックなんだぜ。鳥獣固有の能力だったのね。興味深いわ。続いて紹介するのは、ウルトラギャラクシー大怪獣バトル、ネバーエンディングオデッセイ。第5話暴走の果てにに登場する個体だ。今回は、メトロン星人が操る鳥獣の一体として登場しているんだぜ。メトロン星人はレイトの再戦を望んでいたのよね。そうだな。劇中では、メトロン星人の命令によって空を割り出現、惑星ハマーを脱出しようとするペンドラゴンの行く手を阻むんだぜ。空を割って登場するのがお約束になってていいわね。わかるぜ。そしてレイのゴモラと対決し、序盤では十分に力を発揮して戦っていたんだ。だが、レイオニックバースト状態のゴモラに次第に圧倒されていき、最後は超振動波、ゼロシュートで倒されてしまったな。鳥獣が怪獣に負けるっていうのはなかなか悔しい展開ね。
次に紹介するバキシムは、大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザ・ムービーの個体だ。映画作品にもしっかり登場しているところから、その人気が伺えるわね。ああ。ここでは、ウルトラマンベリアルのギガバトルナイザーの力で怪獣墓場から復活したんだぜ。そしてベリアルの配下である怪獣軍団の一体として、怪獣墓場でウルトラ戦士を襲撃するんだ。怪獣墓場で復活した個体ってことは、過去の作品のどれかの復活個体ってことかしら。そうだな。怪獣墓場での決戦ではリトラと戦っていたが、最後は終盤に現れたウルトラマンゼロのワイドゼロショットを喰らい、グドン&テンペラー星人ともどもコッパみじんに吹き飛ばされてしまったんだ。相手があのゼロじゃ仕方ないわね。めちゃくちゃ強いからな。ちなみに、今回登場したバキシムは、ベリュドラの左角を構成する怪獣の一体にもなっているんだ。少し遠目だからわかりづらいわね。さらにウルトラマン銀河 S では第5は仲間と悪魔に登場しているんだぜ。この作品にも登場していたのね。それにしても、メビウス以外は序盤に登場しているわね。確かにな。だが、今回のバキシムは一味違うぜ。最初はチブル星人エクセラーの配下であるアンドロイド、ワンゼロがモンスライブして暴れ回っていたんだ。じゃあ、厳密にはバキシムとは言えなくない？それが、バキシムのスパークドールズの中で眠りについていた巨大ヤプールが覚醒してしまい、ワンゼロを追い出してバキシムを生き返らすんだぜ。ヤプールが潜んでいたの？それでバキシムを生き返らせるって、どれだけ好きなのよ。もはやいいコンビだよな。その後、新たな命を吹き込まれたバキシムは暴れ回り、ウルトラマンビクトリーと交戦したんだ。西部劇を意識した、めちゃくちゃ凝った戦いになっているんだぜ。そうなのね、今回は勝てるといいわね。だが、2対2のタップ戦の末、ビクトリーのビクトリウムシュートで倒されてしまったんだ。負けてしまったわね。まあ、また次回に期待だな。ちなみに、今回登場したバキシムは、これまでの個体と異なり空を割って出現するのではなく、円形に開いた異次元からのゲートを通って現れているんだぜ。他にも角ミサイルを一度撃った後、新たに生える描写なんかもあったな。ここに来てバキシムの新たな生態が明らかになっている感じがあって嬉しいわね。そして次に紹介するのはウルトラファイトビクトリーに登場したバキシムだぜ。今回は、ダークルギエルの死によって肉体を取り戻したバキシムが、自身の創造主であるヤプールの元へと戻った個体なんだ。バキシムあるところにヤプールあり、逆もしかりね。ほんとにな。劇中では、惑星グアデベロクロン、ドラゴリーと共にウルトラマンレオ、アストラを迎え撃ったんだ。数ではこちらが勝っているけど、相手がだいぶ強力な戦士なのよね。戦闘の際は、同じ角のミサイルでレオ兄弟を攻撃したが、最後はレオとアストラのダブルキックで、ドラゴリーと一緒に倒されてしまったんだぜ。今回は仕方ないわよ。張り切って次行きましょう。それじゃあ、今回最後に紹介するのはウルトラマンオーブ、ジオリジンサーガに登場する個体だ。今回は、クグツによって石を奪われ、クグツ怪獣と化したクグツバキシムなんだぜ。何それ、めちゃくちゃかわいそうじゃない。もう愛着湧いてきてるな。劇中では、クグツベロクロンと共に惑星カノンの軌道上でウルトラマンコスモスを迎え撃ち、その後も地上で大規模な破壊活動を行ったんだ。かつてない凶暴さね。確かにな。そしてウルトラマンダイナ、ウルトラマンオーブ、そしてウルトラマンコスモスも加えた3大ウルトラマンとの交戦に発展するも、幸運なことに倒されることなく、再起によって回収されたんだぜ。あら、よかったわね。その後はどうなったの？ファイナルエピソードマホロバー新世界でもクグツアーストロンと共に最終決戦に参加したんだが、コスモスのルナキネシスによって命の木の果実を与えられて元に戻った後、宇宙へ返されたんだぜ。幸せに生きるのよ。ちなみに、この作品を最後にバキシムの着ぐるみは撮影に使用することが不可能になってしまい、現在はアトラクションやイベントでの展示物として使用されているんだ。長い間お疲れ様ね。今回の結末にはねぎらいもあった気がするわ。それじゃあ、最後にもう少し紹介だ。実はバキシムは、擬人化にも選ばれているんだぜ。怪獣やらが美少女になるって企画よね。その通りだ。そしてその姿がこれだ。電撃版では、割れた空をパラソルに見立て、レースクイーンのような外見の女の子になっているんだ。バキシムの代名詞とも言える割れた空をこうやって使うのはシンプルに感心したわ。すごいわね。ドラゴリーは、ウルトラマンエース第7話怪獣隊長獣対宇宙人、第8話太陽の命エースの命に登場した。
ヤプールによって製造された、ガトー中怪獣の合成鳥獣だな。鳥獣ってことは、かなり知能も高そうね。いや、確かに新薬のために作られた存在である鳥獣には、バキシムやブロッケンなんかのように、与えられた使命に合わせて特殊な能力や高い知能を持つものも多いけど、こいつはそんなことはないぜ。え、そうなの？ああ。むしろドラゴリーは、単純な破壊活動を目的としていて、最低限の知能と高い戦闘能力を与えられた鳥獣なんだ。最低限の知能って、かわいそうね。でも、それを補うほど戦闘力が高いんだぜ。武器は口から白鳥高熱の火炎や、両腕から放つミサイルバーニングウィングに、他にも口や目から開口線も放つことができるぜ。高火力な装備が満載じゃない、だろ？これだけの高火力装備を扱うために、体中のイボには冷却液が循環しているようだな。戦うことに特化した体ってことね。それだけじゃなく、体内に毒素を生成する器官も持っているようで、口から生える鋭い牙で相手に噛みつくと同時に、相手の体内に毒を流し込むこともできるんだ。こんな奴に噛まれたら、毒が回る前に普通に死んじゃいそうなものだけどね。まあな。おまけに牙は1500度の高温だし、羽が生えているけど、鳥獣の状態では飛行ができない代わりに、毒の鱗粉を撒き散らすことができるんだぜ。全身がいろいろな武器になっているなんてすごいじゃない、能力特化の鳥獣ってわけね。そう思うだろ？実は、ドラゴリー最大の武器は恐るべき怪力にあるんだ。ミサイルとか毒が使えるだけじゃなくて、力まで強いの。そうなんだよ。そのパワータルや、怪獣ムルチを叩きのめした挙句、下顎と両足を引き裂いてしまったほどなんだぜ。いや、かなりエグいシーンね。まあな。だが、一連のシーンは残虐であると同時に、鳥獣が怪獣を上回る存在であることを示す印象的なシーンとして有名なんだぜ。確かに圧倒的だものね。劇中での活躍も気になるわ。劇中では、タック基地の近くに現れてレーダー施設を破壊した後に、基地に向かう途中でエースと初対決を果たすんだ。どうなるのかしら。この時は、超高温の火炎とご自慢の怪力で、鳥獣キラーのエースを苦戦させたんだが、捨て身の技であるエースバリアーによって一度封印されてしまうんだぜ。倒すことが難しいから封印するしかないのね。しかし、ヤプールにエースバリアを解いてもらい、メトロン星人ジュニアと組んで再びエースと激突したんだ。二人で戦うなんて卑怯よ。そしてその際、乱入してきたムルチ二代目が自分に衝突してきたことに対して激怒し、ムルチ二代目の体を引き裂いて倒してしまったんだ。これが例のシーンね。衝撃的だわ。これで今度こそエースが危ない、かと思いきや、エースバリアでメトロン星人ジュニアと共にまたしても封印されたな。やがて封印が解けてしまい、メトロン星人ジュニアと組んでエースとの三度目の戦いに挑むんだぜ。もういい加減に倒したいところだけど、さすがにドラゴリーももうエースにはかなわないでしょ。この時は、メトロン星人ジュニアが倒された後も単身エースに挑み、ついにエネルギー切れに追い込んだんだ。すごいじゃない、三度目の正直よ。だが、太陽エネルギーを得て復活したエースにパンチで腹を突き破られてひるんだところを、最後はエースブレードで首を切り飛ばされた挙句、メタリウム光線で体を爆破されたんだ。が、頑張ったけど倒され方はかわいそうね。オーバーキル気味だし、同情しちゃうわ。さて、ここからは別の作品でのドラゴリーの活躍について紹介していくぜ。よろしく頼むわ。最初に紹介するのはウルトラマンメビウス第25話毒画のプログラムに登場したドラゴリーだな。さて、今回はどんな活躍を見せてくれるのかしら。今作では、復活したヤプールの暗躍によって、バキシムをはじめとする過去に登場した鳥獣の別個体が登場する中、エースにオーバーキルされた初代と同一個体のドラゴリーが復活し、登場するんだ。すごいじゃない、ヤプールシスとも鳥獣シナズを体現した鳥獣ってわけね。そうだな。劇中では、以前にプログラミングされたマリアミサイル破壊の任務を果たそうとして、すでに存在しないミサイルを求めて発射基地跡地に現れたんだ。ちょっとかわいそうじゃない。その後は、防衛組織がイズの基地フェニックスネストにミサイルがあると思い込み、異次元物理学のスペシャリスト藤沢教授に用意して侵入したな。脅威能力もあったのね。意外と今作のドラゴリーは知能が高い気がするわ。そうだな。しかし、基地内で暗躍するも藤沢博士の作戦にかかって失敗し、実体化してメビウスと戦うことになるんだ。エースを追い詰めた実力を見せてちょうだい。メビウスとの戦いでは、持ち前の怪力でメビウスを苦しめたものの、
最後はメビウスブレイブのメビウムナイトブレードアタックで倒されたな。負けちゃったけど頑張ってたと思うわ。ウルトラギャラクシー大怪獣バトル第11話ウルトラマンに登場したドラゴリーは、ヴィンセント島に上陸し、ゴモラと戦っていたベロクロンに加勢するために出現したな。ゴモラは強いからね。これでようやく対等なんじゃない?かもな。だが、当然レイもゴモラの援軍としてエレキングを召喚するんだぜ。そして、鳥獣対怪獣によるタップマッチを行うことになるんだ。爪痕を残してほしいわね。戦闘では、ベロクロンが倒され、自身もエレキングの放電で倒されてしまったな。負けるとは思ってたけど、思った以上にあっけないわね。だが、この戦いが原因で家族を殺されたという過去の一件から怪獣を嫌っているザップ上層部の後頭から、ザップクルーが怪獣を出現させた原因だと疑われてしまうことになるんだぜ。本人の意図しないところで結果を残したようね。ウルトラギャラクシー大怪獣バトルネバーエンディングオデッセイでは、第4話困惑の再会に登場したぜ。続編でも登場するなんて嬉しいわね。今作では、メトロン星人が操る鳥獣として登場し、レイのゴモラと戦うんだ。前回は負けてるけど、今回はどうかしら。残念ながら、暴走してレイオニックバースト状態となったゴモラに圧倒されて、身の危険を感じたメトロン星人によって回収されたな。メトロン星人が操っていたのは、エースで共演したからでしょうね。大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザムービーでは、ベリアル軍団の一体として、同じ鳥獣のベロクロン、バキシム、ルナチクスと共に登場したな。強豪たちと並んで登場したわけね。そうしてウルトラセブンと戦うが、ベリアルが放ったギガバトルナイザーの攻撃の巻き添えを食らい倒されたぜ。まあ、次頑張ればいいわよ。ウルトラマン銀河第5は夢を憎むものでは、自身が仲間外れにされていると思い、ダークな心に支配されてしまった渡来健太が、ダークダミースパークと共にドラゴリーのスパークドールズを渡されているぜ。これでドラゴリーが登場するって流れね。いや、ヒカルの説得と鉄拳によって健太が正気に戻ったからダークライブすることはなく、出現したジャンキラーと戦うためにヒカルが銀河スパークでウルトライブしたんだ。あら、てっきり敵として戦うのかと思ったわ。戦闘はどんな展開になったの?怪力でジャンキラーのパンチを受け止め、その場に押し倒したりして前線したものの、その後はヒカルが銀河へライブしたため、スパークドールズへと戻ったんだ。やられちゃうわけじゃなかったのね。今までで一番活躍したじゃない。ちなみに、ウルトラマン銀河劇場スペシャルウルトラ怪獣ヒーロー大乱戦では、ライブパッドを使用したウルトライブシミュレーションで、ケンタが改めてウルトライブするんだぜ。まさかの再登場、熱くなってきたわね。ここではヒカルがライブしたゾアムルチに奇襲を仕掛けるも、一条寺智也がライブしたゼットンの火球で倒されたな。ゼットン相手ジャブが悪すぎるわよ。ウルトラマン銀河 S 第10話未来への聖剣では、ガッツ星人ボルストがモンスライブし、自身の分身体がライブしたベロクロンと共に出現したな。ベロクロンとは以前にも共演していたわね。今回も活躍できるかしら?今作では、ウルトラマンビクトリーを2対1での戦法で追い詰めて、毒の牙で噛みつくことでなんとビクトリーを一度敗北へと追い込むんだぜ。大金星じゃない、ついにやったわね。そして、ウルトラマン銀河ストリウムとの戦いでも、ベロクロンともども優位に立ったが、ビクトリーのシェパードンセイバーによる攻撃で逆転されてしまうぜ。ああ、もう少しだったのに。そして最後は、銀河スパークランスでベロクロンと共に串刺しになったところに、シェパードンセイバーフラッシュを受けて倒されたんだ。過去一番の活躍を更新したと思うわ。そうだな。その他にも、新ウルトラマン列伝内のスパークドールズ劇場にも登場しているぜ。軍曹と呼びたくなるような軍人口調が特徴のキャラクターになっていたな。思ったより厳しい系のキャラ付けがされているのね。ウルトラファイトビクトリーでは、ダークルギエルの死によって肉体を取り戻したドラゴリーが、再び動物種であるヤプールの配下となっているんだ。元の場所に戻ってきたような安心感があるわ。そして、惑星グアニテベロクロン、バキシムと共にレオ兄弟に襲いかかるんだ。ここまで共演してると、彼らのコンビネーションもなかなかのものになっているでしょうね。そうだな。さらに、これまでには見せなかった口から光線を吐いてレオ兄弟を攻撃したが、最後はレオとアストラのダブルキックでバキシムと共に倒されたな。いやー、今回もいい戦いだったわよ。ああ。ちなみに、この作品を最後にドラゴリーの着ぐるみはアトラクション用に転用されているぜ。新しい着ぐるみが作られるといいわね。
アリブンタは、ウルトラマンエース第5話終わり鳥獣対ウルトラ兄弟にて初登場した。ヤプールの配下である地底エージェント議論人が、ヤプールから貸し与えられた鳥獣だな。議論人？ちょっと可愛い感じの名前だけど、どんな奴らなの？議論人はアリブンタを操る地底人で、東京を壊滅させ、その地下に要塞を作ろうと企んでいたんだぜ。とんでもない企みじゃない。そして、手の先から議論光線を放って攻撃するほか、杭のようなものを放ち、仕掛けた罠をより強力にするんだ。そんな賢そうな奴らがアリブンタを刺激しているのね。っていうか、アリブンタって、かなり独特のネーミングよね。確かにな。気になる名前の由来は、アリと南米の肉食兵隊アリマラブンタから来ているようだな。適当につけられたわけじゃないのね。どんな鳥獣なの？武器としては、何でも溶解する義酸と両手からの火炎だな。そして、大型の女性の血液が好物で、アリ地獄上の4次元空間に女性を引きずり込み捕食していたんだ。恐ろしすぎるわよ。大型の女性の血液には一体何が？また、防御力もかなり高く、頭部に直撃したメタリウム光線を耐えたほどなんだぜ。必殺光線を耐えるって、かなり強くない？ああ。また、アリの鳥獣だがアリ地獄を作って餌を取るのが特徴的であり、設定では、ハサミで新幹線を切断でき、地中を80キロで移動、翼を羽ばたかせて突風を起こす能力まで持っているというんだ。怪獣を超える力を持っているというのが理解できたわね。劇中での活躍も気になるわ。劇中では、議論人の命令で地下要塞を築くべく、東京の地下をアリの巣のように穴だらけにしつつ大型の女性を捕食していたんだ。東京の地下がボロボロになっちゃうわ。この時、地下鉄を襲って乗客を義酸で溶かして骨だけにするシーンはかなりショッキングで、トラウマになった視聴者も大勢いるようだな。実際、後にウルトラマン熱伝ではカットされていたしな。これが鳥獣本来の恐ろしさなんでしょうけど、いざそれを目の当たりにすると恐ろしいわね。そして、地下鉄を襲ったことで存在がタックに露見したため、地下に侵入してきたタックの地底戦車ダックビルと交戦し、返り討ちにするぜ。だが、ダックビルから降りてきた三河隊員に直接爆弾を投げつけられて一時撤退するんだ。よくこんな相手に立ち向かおうと思えるわよね。その勇気に尊敬しちゃうわ。その後は、駆けつけたエースと戦いメタリウム光線を食らいながらも耐え、エースが議論人の罠で地下に閉じ込められた隙をついて地上に侵攻するんだぜ。エースが戦えないなんて、やばいじゃない。迎撃に来たタックの山中、吉村両隊員を議論人と共に危機に陥れ暴れるが、救援に現れたゾフィーが議論人の罠を破壊し、装備していたウルトラコンバーターでエースのエネルギーを回復させて先に地上へ向かわせたんだ。それによって、アリブンタはエースと再び交戦を始めるぜ。やるじゃないゾフィー。頑張ってエース。再戦時には、議論人と2体がかりでエースをボコボコにして優勢に立つも、ゾフィーも戦闘に加わったことで形勢が逆転。最後はエースとゾフィーの手により、議論人とプロレスのように正面衝突させられて絶命したんだ。え？やられ方あっけなさすぎない？メタリウム光線にも耐えた強豪鳥獣よ。言いたいことはわかるぜ。実際ファンの間でも、能力自体は非常に高いものの、原作でのあまりにもあっけない倒され方が原因で、長いこと不当な扱いを受けていた鳥獣の一体だったからな。言っちゃ悪いけど、ゾフィーは今でこそめちゃくちゃ強いベテランって感じだけど、昔は結構ネットで笑われていたわよね。そのゾフィーに倒されてしまったという点も、アリブンタの評価を大きく下げた原因と言えそうよね。その通りだぜ。活躍だけ見れば、さっきも言ったようにメタリウム光線に耐え、エースを穴にはめた強豪なんだが、終わり良ければ全て吉の逆みたいな感じで、最後が良くなかったから評価も悪くなっちゃったわけね。だが、最近はニュージェネレーション作品で出演回数が増えていこう。どこか愛嬌のある仕草や高い能力描写が見直されたことで、少しずつ名誉を回復しつつあるんだぜ。あら、それは嬉しいわね。それじゃあ、後の作品での活躍も教えてもらおうかしら。ウルトラファイトビクトリーでは、ウルトラマンビクトリーへの復讐に燃える巨大ヤプールがビクトリーのデータを収集、解説するために送り込んだぜ。ウルトラ戦士相手にも戦えるってことは前回で分かったし、いいチョイスだと思うわ。今作では、休暇で地底世界に帰っていたショート作夜を異次元アリ地獄に引きずり込んで、彼らの前に姿を現したんだ。さて、気になるビクトリーとの戦いはどうなったのかしら？ビクトリーとの戦いでは、ビクトリーのウルトランスによる攻撃を次々と耐え切るなど、相変わらずのタフさを見せつけ、
さらにスパークドールズではない普通の鳥獣であることもあってか、ビクトリーと互角に戦い、炎攻撃で苦しめたんだ。めちゃくちゃ強いじゃない？大活躍だわ。だが、突如現れたウルトラマン光に渡されたナイトチェンバーによって、ビクトリーがビクトリーナイトへとパワーアップしたことで形勢逆転を許してしまい、最後はビクトリーナイトのナイトビクトリウムフラッシュで倒されたぜ。やられはしたけど、前回よりも強豪らしさを見せつけていたわね。ああ、実は、ベリドラの一部として登場したのを除くと、テレビでの映像作品に再登場したのは実に43年ぶりで、着ぐるみは心臓なんだぜ。その甲斐あって、活躍できたってのは嬉しいよな。全国のアリブンタファンも喜んでるわ。ちなみに、ヤプールはその後どうしたの？この戦闘を通して巨大ヤプールはビクトリーのデータを収集することに成功し、それをもとに異次元超人ビクトリーキラーを作り出しているんだ。つまり、アリブンタはその役目を果たしたと言えるな。しっかり仕事もこなしたわけね。ウルトラマンオーブでは、第6話入らずの森に登場したぜ。今回は、惑星新薬連合に協力するジャグラス・ジャグラーの配下として登場したんだ。議論人やヤプールとの関連は分かっていなさそうね。そうだな。劇中では、惑星新薬連合の基地近くに SSP が接近し、さらに彼らを追って骸骨ウルトラマンオーブが現れたため、ジャグラーが所持していた怪獣カードから実体化させたんだ。ここで採用されたのも今までのアリブンタの実績があってこそでしょうね。ああ。メフィラス星人のストラ曰く、鳥獣のカードは貴重なものらしいが、今回は惑星新薬連合の面々が逃げるための時間稼ぎと、オーブの始末のために使用されているぜ。勝てる見込みもありそうってことね。それで、戦いはどうなったの？オーブとの戦いでは、口から白義山や両腕からの火炎で一時は優位に立つが、バーンマイトの繰り出す炎で火炎攻撃を相殺され、ハリケーンスラッシュの素早い動きに翻弄されてしまうぜ。オーブが相手となると、さすがに優勢をキープするのは難しいわね。その後は地中へと逃走を図るが、一体の地下には古代の伝説の姫、玉由良姫の古墳が存在していたため、古墳を荒らされまいとオーブスラッガーランスを突き刺されて地表へと引きずり出されてしまうぜ。ああ、めちゃくちゃ痛そうだわ。そして最後はそのまま投げ飛ばされた後、トライデントスラッシュでヤッツザキにされて空中で爆発死産したんだ。派手なやられ方で満足ね。そうだな。ちなみに今作では、戦闘で優位に立った際に嬉しそうな仕草を見せたり、ハリケーンスラッシュがオーブスラッガーランスを召喚した際にはその様子を真似して怪訝そうな様子を見せたりと、愛嬌のある仕草もあったんだぜ。マスコット的な立ち位置もいけちゃうかも。でも、それにしては攻撃方法がエグいわね。続いてウルトラマンルーブ、第8話世界中が俺を待っているでは、アイゼン誠がアリブンタの怪獣クリスタルで召喚したぜ。アリブンタのアイテムまで出てきたのね。今作では、市街地の地下から出現し、両腕からの火炎で街を焼き払っていたところに現れたウルトラマンロッソやウルトラマンブルと交戦するんだ。相手は二人とはいえ、アリブンタもかなり強いからね。きっと頑張ってくれるわよ。戦いでは、二人のルーブスラッガーによる攻撃にも耐えきるタフさを見せるが、最後はロッソウィンドとブルフレイムの合体技ファイアートルネードで倒されたぜ。その防御力の高さは今作でも健在だったようね。ああ。ちなみに、第13話秘密は嫌ですの予告では回想シーンがあったんだが、本編ではそれまでの登場怪獣の中でなぜか唯一はぶられてしまっているんだ。大人の事情ってやつかしら？というか、よくアリブンタを登場させようと思ったわよね。それについてだが、ルーブ第8話監督の辻元貴則さんは、自身が愛好する帰ってきたウルトラマンかウルトラマンエースの登場怪獣の使用を要望し、最終的にアリブンタの登場に決定したらしいんだ。そうなの？さらに辻元さんは、ヒーローより怪獣に思い入れがあることから、アリブンタの描写には力が入ったと言っているらしいな。具体的には、出現時の地面の陥没と車が逃げ惑う描写を特に見せ場に挙げているぜ。こんな熱心な人に作ってもらえて、アリブンタも喜んでるわね。そしてウルトラマン大河では、第20話砂のお城に登場したぜ。今作の活躍も楽しみだわ。今作では、ヴィランギルドの一員であるバド星人エルレイが引き連れている鳥獣として登場し、地中からエネクロン社の関連施設を破壊していたんだ。引きずり出されないように頑張ってほしいわね。ウルトラマンタイタスとの戦いでは、肉弾戦で劣勢になると義山でひるませた隙に地中に潜って不意打ちを浴びせる戦法で一時優位に立ったが、
音であっさりと見破られてしまったな。テクニカルな戦い方もできるのね、すごいわ。その後はタイガのトライストリウムによる渾身の一撃で背中の角を折られ、最後はトライストリウムバーストで倒されたんだ。やっぱり負けちゃったけど、可能性は見せてもらったわ。そして最後に、ウルトラマンデッカー第18話異次元からのイザナイに登場した個体を紹介するぜ。アリブンタどんどん活躍するわね。今回のアリブンタはファイトビクトリー以来となる、本来のアルジタルヤプールに刺激されている個体なんだぜ。ヤプールが一番アリブンタを使いこなせると思うわ。劇中では、ソラフネシティで大きな穴を開けて大陥没を引き起こしてたんだ。その後姿を現すと、口からの擬散攻撃でガッツグリフォンを戦闘不能にしてしまうんだぜ。これはデッカーとの戦いにも期待できるわね。デッカーとの戦闘では、互角以上に渡り合って苦戦させるなど、鳥獣らしい実力の高さを見せつけるんだ。さらに、アガムスの操るテラフェイザーと連携することで、デッカーをピンチに追い込んだぜ。さすがはアリブンタ。だけど、ミラクルタイプにチェンジされると、分身からの連携攻撃で形勢が逆転。テラフェイザーと正面衝突させられて大ダメージを受けるんだ。これはエース本編をリスペクトしたオマージュね。最後は、ダイナミックタイプのデッカーフラッシュダイナミックを食らい撃破されたぜ。ちなみに撃破後、ヤプールの罠にはまったデッカーは異次元に引きずり込まれてしまい、宇宙に飛ばされてしまうんだ。アリブンタは今回もウルトラ戦士を罠にはめるために頑張ったのね。ヤプールは、ウルトラマンエースに登場した、ウルトラシリーズとしては初の番組を通しての悪役なんだ。へぇ、記念すべき悪役ってことね。そうだぜ。こいつは異次元に生息している知的生命体で、エースでは、鳥獣を使って地球侵略を目論んだんだ。鳥獣っていうのはどうやって生み出すの？鳥獣は、地球の生物と宇宙怪獣を合成、改造する鳥獣製造機によって製造され、地球に送られるんだ。他にも、ギロン人やマザロン人など、多くの宇宙人や異次元人、地底人を従えてるんだぜ。カリスマもありそうね。見た目はどんな感じなの？視覚的には、赤紫色の歪んだ時空の中に、とんがり帽子をかぶった顔のない人間の姿で現れるんだ。リーダー格は腹部や帽子に装飾があったりと形状が違うんだが、意識は共有されているらしいな。意識の共有って厄介ね。次々と策を実行されそう。わかるぜ。実際、本人の性格や手段は極めて卑劣、そして陰湿だしな。人間の憎悪や猜疑心を利用して相手を精神的に追い詰める、悪魔のような存在なんだぜ。めちゃくちゃ性格悪いじゃない。だが、真っ向から力押しで攻撃をかけてきたり、人間は愚か、醜いなどと見下しているが、一個人に対して見下すようなことはしていなかったりと、魅力的な部分もあるんだぜ。こういうところに惹かれる人もいるわよね。でも、早いところ倒すに越したことはないわよ。それがな、ヤプールは他の知的生命体の負の心をエネルギー源としているから、その存在を完全に消し去ることは不可能とされているんだ。ってことは、現在でも鳥獣が生まれてるってこと？立ちが悪いわね。だろ？唯一の例外として、全知全能の宇宙人であるレイブラッド星人相手には、かつて滅ぼされる寸前まで追い込まれたことがあるらしく、そのためレイオニクスは恐怖の対象となっているらしいんだ。そんな出来事もあったのね。それで、ヤプールってなんでこんなに恐ろしい奴だと思われているわけ？なら、そこについて解説していくぜ。ヤプールが鳥獣、怪獣製造技術を持つ他の宇宙人に勝る点は、鳥獣を製造する際の材料のチョイスと運用にあると言えるんだ。チョイスと運用？例えば、ベロクロンを送りつけた影で、月を滅ぼしたルナチクスを地球に潜伏させていたり、鳥獣出現を予期して先制攻撃を画策したタックを返り討ちにするためにガマスを差し向けたり、それが失敗するとガマス増殖作戦に切り替え、ガマスがタックのミサイルに敗北すると、ガマスの武器の補充を行ったりしているな。作戦や運用の仕方がしっかりしているのね。しかも、相手の行動を読んでいる点も恐ろしいわ。だろ？なんとその知能指数は1万5000で、地球人は足元にも及ばず、知的な敵として知られているメフィラス星人よりも高い数値なんだ。天才も天才、大天才ってところね。でも、ベロクロンやバキシムはたびたび復活させる一方で、エースをダウンさせたホタルンガやブラックピジョン、エースを戦闘不能にしたオニデビルやファイアーモンスなどはあまり使わないと、鳥獣の好みが偏っているんだぜ。
そこが短所と言えるわね。でも、それでも恐ろしい相手よ。それじゃあここからは、各作品でのヤプールの活躍を紹介するぜ。ウルトラマンエース第23話、キャプテン、ゾフィーただいま参上では、自ら地球攻撃に乗り出したヤプールが、ゾフィーの助けを借りて異次元空間に殴り込んできたエースを倒すために、合体、巨大化した巨大ヤプールが登場するんだ。巨大化なんてできたのね。そうなんだよ。人類の IQ を集計しても届かないほどの知能を手にし、釜状の右手から多彩な光線を発射、さらにはバリアーや炎を発生させたり、空間をねじ曲げるなど、様々な能力でエースを苦しめたんだ。随分いろんなことができるのね。強敵だわ。しかも、巨大ヤプールの皮膚の一つ一つが生きたヤプール人で、腹部の体毛が毒針になっていて、刺された人間の精神はヤプールの悪意に支配されてしまうんだぜ。厄介な特性まであるわね。どうやって倒されることになるの？劇中では、最後は光線の打ち合いの末、メタリウム光線によって敗北しているんだ。だが、死ぬ間際に、地球の奴らめ、覚えていろ。ヤプールシスとも鳥獣死なず、怨念となって必ずや復讐戦。と言い残して粉々に砕け散り、その肉片が地球の各地に降り注いで、鳥獣を生み出していくんだ。本当にヤプールシスとも鳥獣死せずね。だろ？ちなみに、この姿はヤプールの意識集合体とも言うべき存在で、エース以降の映像作品に登場するヤプールはこの姿で登場しているんだ。へぇ。なら、エースではもうヤプールは出てこないの？それが出てくるぜ。最終話ではジャンボキングを操り、残党が再びエースに決着を挑んだんだ。しかも、子供を半ば人質に取るような陰湿な戦法を取ったんだぜ。卑怯さに磨きがかかってるわね。倒すことはできたのかしら。結果として北斗はヤプールの残党を射殺し、子供たちの目の前で変身してジャンボキングを倒すものの、地球人たちに正体を明かしてしまったことでウルトラの星へ帰還することになってしまったんだ。勝負には勝ったけど、結果としてヤプールの思い通りになった感じがあるわね。そうなんだぜ。さらに、ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟で、数十年分のマイナスエネルギーを溜め込んで作成したユーキラーザウルスで暴れたが、最後はウルトラ兄弟に神戸沖に封印されてしまうんだ。そして、その20年後に強化復活を遂げてメビウスとウルトラ兄弟を苦しめるが、メビウスインフィニティに倒されて再封印されるんだ。映画でもかなりの暴れっぷりね。その後、ウルトラマンメビウス第24話、復活のヤプールで復活するんだぜ。いろいろと暗躍しながら鳥獣たちを使ってメビウスを苦しめるんだが、第26話、明日への飛翔でガイズのディメンショナルディゾルバーによって、異次元のゲートを塞がれたため封印されてしまうんだ。本当にしぶといわねヤプール。でも、これで安心かしら？それがな。封印されてたんだが、ジャークサとウルトラ戦士への怨念を気に入られて、暗黒四天王の蛇将としてスカウトされるんだ。つまり、エンペラ星人の部下になったってことね。そうなるな。皇帝には勝てないと思っているようだが、地球を支配し、皇帝陛下に献上した後は残りの味方3人を鳥獣に改造し、自身の配下にしようと息巻いているんだぜ。ここでも悪い考えをいろいろとしているのね。ああ、メビウスキラーを開発してメビウスの打倒を図り、さらに失敗した場合を想定し、ヒルカワ・ミツヒコの集約極まる人間性を利用して、メビウスに地球人の弱さを突きつけ、失望させた上で仲間に引き込もうという二段構えの作戦を企てたりと暗躍していたんだ。隙を生じさせぬ二段構えっていうやつね。そうだな。だが、地球人の持つ良心を信じ続けたメビウスの心は折れず、最後はメディウムバーストを受けて敗北したけどな。今回もしっかりと策を用意していてさすがだったわ。ウルトラマンメビウスガイデン、ゴーストリバースでは、怪獣墓場に漂着していたメビウスキラーを新たな拠り代として復活し、他の復活した暗黒四天王と共に、かつて仕えたエンペラ星人を再び現世呼び戻すために動いていたんだ。ことあるごとに復活してるわよね。まあな。最終的には因縁の相手たるエースに倒されることになったけどな。ちなみに、初期では巨大ヤプールがそのまま復活するはずだったんだが、たまたま着ぐるみが出払っていたから代わりにメビウスキラーで登場することになったらしいんだぜ。大人の事情ってやつね。ウルトラマン銀河 S 第5話、仲間と悪魔では、2手3手先を読んでいたのはお前だけではないと、ダークルギエルから逃れるためにわざとバキシムのスパークドールズの中に潜伏していて、UPG の合気隊員に用意するぜ。
さすが、シリーズに多数登場するだけあって、経験値があるわね。その後、ストリウムブレスを身につけていたライドウ・ヒカルを銀河だと見抜いて、異次元空間に幽閉したりと暗躍するも、豪気の強い意識で行動を妨害されてしまい、ヤプールの作戦は失敗してしまうんだ。あらあら、それじゃあ直接対決かしら。そうだな。バキシムを召喚し、自身も豪気を取り込む形で巨大化するんだが、豪気の強い意志が行動を妨害するため、豪気を体から吐き出したんだぜ。そして、バキシムとビクトリーを戦わせ、自身は銀河ストリウムと戦うことになるぜ。熱い展開になってきたわね。頑張れウルトラ戦士。最後は、バキシムがビクトリーに倒されたことで撤退しようとするがビクトリーに阻まれ、ヒカルからお前に次なんてねえ、と罵られた挙句にメタリウム光線で倒されたぜ。バキシムも結構優遇されてるわよね。その上ウルトラファイトビクトリーでは、エンペラ星人やレイブラッド星人に匹敵する脅威であるジュダスペクターを復活させるべく暗躍し、ヤプール自身も復活するたびに戦闘力がアップするという設定が追加されたぜ。何それ、ヤプールにぴったりの設定が追加されたのね。劇中でも銀河とビクトリーの二人を相手に一時は圧倒するという凄まじい戦闘力を見せつけたな。文武両道になってるわね。すごいわ。だが、ウルトラマン銀河ビクトリーに合体されると終始圧倒され、最後はウルトラフュージョンシュートで倒されたぜ。ふむふむ、さすがに合体されると分が悪かったみたいね。まあな。でもそれでは終わらず、爆発するとともに亡霊体となり、発生させた宇宙の歪みに憑依することで、ついにジュダスペクターを蘇らせてしまったんだ。脅威の目的達成率を誇ってない？ぜひ部下に取り入れたい逸材よ。本当だよな。ジュダスペクターはその後、ビクトリーの奮戦により撃破されたが、実はこの時、ジュダの兄モルドスペクターと姉ギナスペクターも密かに復活を遂げていて、次回作のウルトラマン X の展開にも影響を与えたことになるしな。ベリアルとかと並ぶ、黒幕候補の悪役ってわけね。ウルトラマン Z 第19話、最後の勇者では直接は登場していないが、ウルトラマン Z やヘビクラ隊長の口からその存在が語られていて、さらにエースへの怨念から、その残留思念が殺し屋鳥獣バラバとなって登場したんだ。本人が出てなくても影響が大きすぎるのね。ああ、言語を話すことが可能で、おそらくヤプールの残留思念によって、ひたすらエースへの殺意を口にしているんだ。初代よりも格段に強くなっていて、ベリア6を叩き落としたり、圧倒的なパワーで劣勢に追い込んだんだぜ。初代も結構強かったけど、さらに強化されているのね。そうだな。バラバがやられる時にも巨大ヤプールのような断末魔を叫んでいて、その角の破片によって異次元兵器が開発されることとなるんだ。やられても爪痕を残すって、悪役としてそんなに名誉なことはないわよね。そんなこんなで平成でも客演以降、ヤプールの名と存在が知れ渡ったこともあってか、現在ではバルタン星人と並ぶウルトラシリーズ屈指の宿敵や、ウルトラシリーズ最強の悪魔とまで言われているヤプールなんだ。おそらく、今後もしぶとく復活してウルトラ戦士たちと戦うことになるでしょうね。ということで、これでヤプールの解説を終わるんだぜ。何回も何回も復活して、その度に何かしら結果を残すヤプールに尊敬の念さえ出てきたわ。確かにな。今後も高確率で物語に絡んでくるだろうし、さらなる活躍を期待していような。それは楽しみね。他にもウルトラマンについていろいろと解説をしていくからチャンネル登録よろしくなんだぜ。また次回も、よろしく。ご視聴ありがとうございました。